あらみさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ月曜からは君に決めたということで、先週1週間で発表されたキャンペーンと、月曜からのおすすめのキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。はい、ということでまずは LINEPay ですね。今月の2回目のペイ特祭が開催されるということで、コンビニ5社が対象となってます。で、対象店舗はセイコーマート、ミニストップ、ファイマ、ポプラ、ローソンで、実質最大 20% 還元ということで、まあ最低でも 18.5% から受けられますよということですね。で、初めて LINEPay を使う方には支払いの金額によってクーポンが配布される予定となってます。まあこれは月曜からではないんですけども、期間は6月の23日から6月の30日までとなっています。で、ここからは月曜日からなんですけども、もし家電を買うならまあ折り紙ペイを使った方がいいですよということですね。まあ初めてのお支払いで 10% オフというキャンペーンということで、エディオングループ、ケイズ電機、ビッグカメラグループ、ヤマダ電機グループの各店で初回のお支払いが 10% オフとなってます。そして最大割引金額は3000円までで、量販店のポイントと折り紙ペイを併用可能なので、まあ20でさらにお得ということですね。まあ期間はすでに始まってまして、2019年の6月の25日までとなっています。で、次にペイペイですね。こちらドラッグストアを利用するのはもうぜひペイペイの方がいいと思います。で、現在はワクワクペイペイの6月のドラッグストアのキャンペーンが開催されています。で、まあユーザーによっては 10% から 20% 還元されるということ、あとはあのペイペイチャンスもあります。あのくじみたいな感じですね、いくら当たりましたってやつです。で、期間は6月の1日から6月30日の23時59分まで。で、僕はあのツルハドラッグでかなりお得にお買い物ができました。で、あとペイペイのお知らせにもあったんですけども、5月分の、まあ、第2弾100億円キャンペーンのボーナスの付与日は6月の17日月曜日から順次付与が開始されるということですので、まあ結構楽しみですよね。で、最後にメルペイですね。もう僕の動画でももう散々登場してきてるメルペイなんですけども、まあ日本全国まるっと半額還元キャンペーンということで、 50% から 70% 還元、そしてポイントの上限合計が2000ポイントまで、で、後払い設定が必須、そして6月の14日から6月の30日までということで、今月いっぱい使えるということですね。まあちなみにメルペイではあの11円から買える破格のクーポンもあの発表されてますので、これは6月の18日の火曜日からとなっています。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。先ほどまで紹介した LINEPay、PayPay、折り紙 Pay、 そしてメルペイに関しては僕がこれまで動画でも紹介しているので、そのリンクを下の概要欄に貼っておきますので、そちらをぜひ見てみてください。で、あと今回はですね、紹介はしてなかったんですけども、あの LINEPay の早期のキャンペーンの抽選ですね、皆さんやってみましたでしょうか。僕ですね、もう全部見事に当たってないんですよね。いや、もうこれ本当にちょっと悔しいというか、まあというか、まあ当たった方が羨ましいというふうに思いますね。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。ということで、また月曜日から頑張っていきましょう。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。